皆さんこんにちは。寄り道養宿本院スタッフ、葉山緑道です。今回は、えー、と前回の続きで、えー、と重症度のお話になります。で、えー、と今回は重度の症状です。で、えー、とまあこれもパッと見、ここですね、この爪の際の部分、ここがもう完全に下にもう入ってしまっている状態なので、やはりこの先っぽが、えー、と刺さってくるという風な形です。 この写真の方もこの両端ですねが、えー、と2つとも皮膚の中に潜り込んでしまっている状態ですこれを放置してしまっているとあの炎症を起こしたりとか、えー、と出血あとは膿なんかが、えー、と出てしまうことになりますから、まあ、早めの処置が必要になってきますで、えー、と3個目なんですがこれはまあ施術の途中ですね でえー、と爪をちょっと持ち上げた時にえー、と下に入っていたえー、とこの爪の残りですねが、えー、と上がってきたところなんですけどえー、とこの患者さんの場合はもうじご自身で爪を切られてたそうなんですが切ってる時には折れたんでしょうね途中で折れてしまってその先っぽがちょっと残ってしまっている状態でこう,うこういうふうに、えー、と埋まってる ものの、えー、と先が、えー、と残っっってててトゲとなってしまっている場合にはもうご自身ではどう,やどういうふうにちょっと頑張ってもあの切ることができませんからもうこのまま突き刺さっていくしかないというふうな状態になります。でこれをもうそのまま放置してしまうと、まあ、炎症や腫れ、えーとまあ、痛みがものすごく出たりとかあと出血膿なんかも出てきますから。 本当に早めの処置が必要になってきますで、まあ、こういった症状に、えーっとまあ、自覚された場合なんかはもう本当に早めに、えー、っと専門機関の方に相談されることをお勧めします。